やるとするか。俺がちょっと影響受けたあのドラ見るとするか。やるとするか。ちょっと紹介するわ。俺がちょっと影響受けたあのドラえもん超人類みたいな。超人類を見る文章早いな。見るっていう動画ですか。ちょっと超人類を見る俺を見る。大丈夫これ。もうよくわかんない。マジわけわかんないぞ。半分。やめてください。俺って朝から何見てるんですか。おすげえな。俺は朝からダジャレを見てるって。俺も今朝の4時半に見てるぞ。朝の4時半から何やってるんだろうな。俺が2人いるからな。マジでわけわかんないな。でこれを見ると。久しぶりに見たなこれ。そうだな。1年2年ぶりか。もうこれもう言っときながらハマってもうずっと見たなこれ。なんかもうこの動画12年ぐらい前から見てるよ。もうずっと見てるよ。実況の聖地行った時からも最初はまああれだけどな。途中がなんかもまあでも基本もこういう感じだから。俺が喋ってくれれば基本こういう感じだから楽だな。やるじゃない、やるじゃない、やるじゃない、やるじゃない。元ネタがなんかわかんない人ちゃうの。わけわかんないんだけど、僕だけいつもこうなるのかな。お父さん懐かしいな。このドラえもん聞いてるの。ドゥー大山完全被ったね。ちょっと悔しくなんだよ。どういうことだ。ちょっと かぶると悔しいな。ちょっと大丈夫かな。あでもまあいや大丈夫じゃないと思う。大丈夫じゃない。だからガイア幻想機ばっか流れてんだよな。ガイア幻想機か。いろんなアニメとかなんかもさっきも言って天地創造のあれ見たな。動画とかな見たのいろいろ。ああ、なんだろう、なんかプライドが許せないんだよ。45万再生されてるからもうあれ。昔の、まあ、それだけ評価されてるってことだね。昔の私と被るっていうのが、ね、それが45万人以上はもうこの動画評価してるってことだから、まあ、それはまああれだな、まあ、問題はないすげえな。のび太の執念。征服されし者は苦しみ。俺もちょっとあのどのぐらい今俺が苦しんでどんぐらい貢献したかちょっとわかんない。そうだね、俺も苦しんでいるぞ。この俺も超人類にならなきゃいけないかもしれない。そろそろもうそろそろ次の段階行かないと。わけわかんねえな。まあでも確かにまあさあ、たまになんかたまにちょっとグロいんだよ。たまにちょっとグロいかもやっぱ超人類だな。なんだあれは。のび太こいつはなんだ。憎しみだけがパワーアップしてるぞ。ジャイアンたまになんかオシャレな格好してるよな。ちょっといつもよりオシャレな服だと思う。テレレテテテテレテテレテテレ。うわあ、俺も。人がゴミのようだ。まあ昔との俺もやりてなっちゃったこれ。昔との違いはあれだな。ちょっとね。来たぞ。俺のスーパーマリオ3の俺がずっと言ってるやつ。これ。俺は最近ミュージカルじゃなってんだよ。テレテレテレってずっと。もっといろいろ言えばよ。何の冗談だ。じいさん、そいつをもらおうか。いかん、やられる。俺そんなマリオ3でそんなにずっと言った。細かく言えばよかった。こら。こら。確かになんかずっと言った気がするんだけど。てて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 て。うわあ。うわあ。ずっと言った気がするんだけど。遊ぼうか。遊ぼうか。今しか認めぬ俺に勝とうなどと。あ、切れた。こっからだ。はーい。誰だ。バンダイの。あ、俺が最近なんか外に向かってなんか多いっつって、ここから来てんのかな。もしかして。いやみんな元気だったかい。ここであったら100年目。地獄へ送ってやる。地獄へ送ってやる。物騒だな。せっかく友人と出会ったんだ。挨拶ぐらいさせてくれよ。たまらん、残らず殺してやる。この状況で私たちが負ける確率はこの動画マジでやりたいようだけど、まあいいか、たまにはちょっとたまにこっから面白いんだよ。やりたいようだの動画つくか。こっから面白いの。何すっかな。わけわかんねえのこれ。そうだな、たまにはちょっとレオン猫スカイの方もすねよ。ありがとうございました。起動させないとな。やりたいほうが、まあ、とりあえずマリオ3の途中らへんだけど。重要なる魔界の儀式を取り行う。マジカルオペレーションオブマキシマムインポン。ああ、理由。
そう、北田でヒットのために死の海に沈むことになる。ホルプラットは3ちゃんとストーリーも知らないとな、ちゃんとな。この英語なんか今洗ったらすげえ、なんか血の海に染まるだろうみたいな、なんか色変わって、わけなかったことやってるんだ。永遠に続く俺の苦しみへの復讐だ。そうだね、俺もそうするから。若造め、若造が、若造が、お前の主人である俺にひれるくらい。主人。ごめんだ。なるほど。初めての体験であった。信じられないほど多量の脳内麻薬。まあ一応ちゃんと見た方がいいのか。私の脳内に分泌されているのだろう。俺なんで朝4時半4時半から見てんだろう。まあそこは謎なんだよ。これ北斗の拳なんかな、メインっていうか、そのそれはまず視覚に現れた。なかなかすごいネタの方が。見ようとすれば神経組織の細胞も毛細血管に流れる血球さえ見えてしまう。俺もその見てみっかな。あれ欲しいな、その才能が。私は能力が超人類となった。超人類、これか。これエメラルドドラゴン、闇のショーとかなんかさ、絶対こっからなんか影響受けてる。エメラルドドラゴン、あれ見ればわかる。あれ衝撃的だったら、なんかあの俺がなんかあのスーパーマリオコレクション最近なんか上げてるやつ。この曲この曲流れんだよ。絶対ここだろ、なんかもう絶対もうあれだよな、もう。俺ちょっと意識してなかったけど、絶対ここだろ、なんかもうここだと思ったよ、なんかもう。闇のショー、影響が半端ない。てん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 、なんか音がスナイっぽいんだよね、このな。いずれこの曲を聴けるときが来るのも。あ、そうか、この時知らなかったのか、俺当時の私は。面白いんだよ、ちょいちょい俺の知ってる曲もあるから。そうだね。てん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 、貴様の命もここまでだ。てんてんてん、バルキリープロファイルか。生きれるか。まだハードまでやってねえから。動画ネタなんか、なんか本当にスムーズになんか表示されねえんだよ、動画ネタ。この盛り上がりがすげえな。腕のも、なんつうこの良さを、超人類、全人類が見れるけど、まずこの良さを理解してほしいな。今の俺にはお前など敵ではない。なんと手強い相手だ。拝ませてやる、ゴロネツ。これなんつってんの、やるか。拝ませてやる、ゴロネツって聞こえない。ゴロネツって何。終わりだ。昔から疑問に思ったんだよ、お前で最後。おいおい、相手を間違えないでくれないか。あ、惜しい。かっこよすぎだ。3人ぐらい見える。笑ってるやつがいっぱいいるぞ。これ訳あかんねえよ。無駄口を叩けるようでは。多分20分ぐらいあるよ。隙が浅かった。そうだ。何？それは。天狗なんだっけこれ。見たことあるけど。こいつはなんだ。てててアップしてるぞ。あの二人なんだっけ、あの手つきの速さよ。どうしたのジャイアン。ねなんだ、なんだい。反逆者の相手はお前に任せ。どうして返すの。嫌だね、嫌だね。何のつもりだ、私の命令を。嫌だと言った。マジ面白い。急に耳が遠く。ふざけている場合では。ふざけてなんかいないじゃん。この目の黒さがいいんだよ。聞きたくない。裏切るここ名言だよ。あんた能力のある人間なんだ。だったら自力で何とかしてみる。急にかっこよくすぎる。では処刑する。まったく困ったちゃんと。貴様たちに未来など必要ない。ここもいいな。おやおや、本当に有能な部下だね。ご主人様を一撃だ。つやき様だ。おいおい。俺のセリフを取るな。トランクスのテーマ。てん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 。けなげだ。けなげだね。マジで。かっこいいんだ。なんでこのかっこいいんだこのスネオアイはマジでよ。俺とやろうって。どんだけかっこいいんだ。それ俺も言ってみてよ、スネオアイ。けなげ。俺とやろうってのは。それわけわかんない。けなげだねって。発想が狂ってんだよ。
うわー、黒ガドドさっきのドラゴンボール2なんだよな、超武道で。これわけあがねえな。トランクスの手なんだよ。ボイドエクストリーム、ボイドエクストリームじゃん。これベリナスじゃねえ。さっきなんかジャミラだっけ、あれ多分ウルトラマンだよ。ベリナス堂々完結、愛の章、愛の章いいな。史上最強は目の前だ。てかすごいな、最終回あたり俺もちょっと愛の章、愛の章に使う。そんな昔からあれが何の章なんだと。バルギリ、バルギリだったんだな。かっこいいな、信じらんねえめちゃくちゃだよ。俺の声が頼りになるわ。わけないのか。神は我々を見捨てた。見捨てるべての終わりが近づいている。この顔がたまんねえんだよ。この世界を救い、悪魔にも魂を売ろう。危険だ。ちゃんとなんか流れが出来上がってるってのがすごいんだよ。はい、はい、愛はね、まあ、最終回っぽいな、イメージ。愛って何ですか一体、どういうことなんて。行くぜよ、熱くなるのは良くないな。冷静さを失うと状況はどんどん悪くなってるんですよ。暴れ暴れ、いってる。パパそこそこ、この曲もいいよな。そろそろ限界か。この曲かっこいいんだよな。場所か、同じ場所。攻めれないと。多分聖剣じゃない。聖剣か、あれ多分。まあちょっと詳しくしないで。タモ、ナムタ君、よかった、無事だったんだね。どうして？ついに来た。お前。それが私。いい顔してんだ。やめてくれ。派手に行くぜ。うわあ！やった！タイムナンバーワン。よかったね、のび太くん。やばちょっとおかしくなってんだね。超人じゃねえの？どうしたの？しずかちゃん、しずかちゃんにいいものあげるね。何かしら。素敵、のび太さんありがとう。いやしずかちゃんに喜んでもらえたら僕はもうなんてことしてくれたの。これが超人類の思考だ。のび太さんの責任よ。俺全く喋んねえじゃん。俺全然喋んねえのよ。何急に言うの。見入ってしまったか。ずっと過去の私はどういうことなんて。腹いっぱいだ。お、やっと喋り始めたわ。俺ここ大好きなんだよ。ここすぎて生地でも。いや実はね、あった、これを使ったのさ。あやつにきれい。僕の道具で。相手の魂。手に想像きた。魂の手手手手手手。なんだって。天地創造やりてんだよな。画面あれだ。それはもうちょい広げる。すべてを知った者の義。こんぐらいか。呪われし歴史は私が断ち切らねばならない。昔やったゲームをちょっとやりてるな。突然何を言ってるんだ。もう本当。あなたのように獣の道に落ちるのか。獣の道。それともより高い階へ登ることも。難しいね。チョイスが。試されている。試されてるの。そう、俺も試されてる。俺たちは全員試されてる。難しいんだと。やりたいけど、どんどんそのやりたいものの、なんつうの、終わんねえんだから。我々人類は試されてるぞ。そうだ、試されてるんだ。次回続く。何見てんだろう。まだ言ってんの君は。まあいいじゃないかも。諦めろ。ああああああ、苦情が来るかもしれない。まあ別にいいけど、隣から苦情来ても別に全く問題ない。次なんだ、新世紀。ただいま。怖えな怖えな。
なんかお聖剣通じゃない、この曲いろんなの、いろんなの使ってるようなこと。大丈夫か、まだちょっと今バグったからね。やっぱ2年ぐらい前だとあれだな、やっぱ遅い来るちゃんがめちゃくちゃ早いな。なんか2年もあるとやっぱ人も変わってくるのかな。作った人何やってんだろうなこれな。まだちょっと若々しい感じするんだよな、多少。そして物語はクライマックスへ。多少な、ね、新世紀。あなたのように獣の道に落ちるのか、それともより高い階へ登ることができるのか。獣の道。人は試されていた。なるほど。お前は。でてててて。何の丸だ。人間はもう終わりだ。ギャップいいね。人間の時間はもう終わった。どういうことだ。滅ぶべきは人の定め。最近ドラミちゃんの歌にもハマってる。ことのない。よく歌ってるな。通りの未来。あ、闇が二つありましてでよくなんか歌ってるの。地球を破壊するのは彗星とは限らない。これハレー彗星だね。そうだよ、どうしよう。人類自ら自分の住む地球を破壊するかもしれないのだ。そうだね。そうだよ、どよくない。もしそんなことがあったら何としても僕たちで食い止めなくちゃいけない。今日ドラえもんなんかやっぱ教育的な要素あるもんね。無に帰する。これハレースじゃない、あれだけなんかなんかあったよな。そういうことか。そういうことか。手からめに建設したね。狭い土地にひしめき合って林立する交渉。いいよね、なんかドラえもんつうの。その上を縦横にまさぐ。そうからなんかいろんなことを学んだ人多いんじゃないですか。その町で暮らす人々のゴミは造成地という名の島となって、さらにその領域を拡大していく。お前誰だ。何が言いたい。道を誤ったのだよ。やはり人は粛清される運命。エゴだよそれは。地球が持たん時が来ているのだ。地球にはちょっと休んでもらう。なるほど。お前の勝手にはさせんぞ。休むってどういうあれなんだろう。もっと広い視野を持てないのだ。地球が休むのか。まあ自分勝手に個人の欲ばかりを優先させる。それが世界にどれだけの不幸を作り出しているのかわからないのか。難しい話だそれは。世界を腐らせる。目先のことにとらわれるな。対局を見ろ。黙れ。つもるわ。断じて許さん。なんかこの面白いの。ずっとなんかあのずっと喋ったりなんつうの。黙れってこのパワーでなんか熱中してる感じが。かっこよすぎだろ。ドラミちゃんこれコメやべんだな。フレームスタッカーが。デル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 。傍若。なんすな、これなんつったの。何、お前は来たか。ビクトリーラーメンマン。ラーメンマン。ラーメンマンさん、気が多いんだ。手を貸して。さあさっさとあのクズ野郎。筋肉マンって、筋肉マン今もやってる。お前も生きていたとは。あ、すごいな。手間が省け、手間が省けたのはこっちの方だ。後悔するなよ。とんでもねえわ。この間見たらロビンマスクがいたもんな。ラーメンマンは出てこなかった。上等だ。じゃあな。じゃあな。あ、ラーメンマンさん。あんたも大変だね。大変だね。終わるのか。諦めるな。諦めるな。あ、親父。己の力を信じるなや。人の力に限界などありはしない。なるほど。諦めず何としても生き続けろ。その手で明日という星を掴むため。のび太の親父って何してる人なんだっけ。なかなかいいこと言ってない。普通の会社員。それなんかいいこと言う。会社員だっけ。あの考え支えるのと。なかなかすごい男の一言だと。のび太くん。俺はスーパーのび太。スーパーのび太だ。デレン。スーパーのび太来たか。
晴れたな。ちょいちょいなんか俺超ジルなんか言ってる、なんか言ってるやつんだよ。超ジルが元ネタは違うけどなんかなんか食うかな、そろそろカップラーメンの上が腹いっぱいだとかね。見るかちょっとやるとするか。強い。さっきまでの心の乱れがもうなくなってる。なるほど。心の乱れか。心は乱れたばかりだ。新世紀。どの道お前とはこうなる運命だ。俺は邪魔だ。まだまだ超獣にから遠いと思ったのに。ここいいよね。ここも熱いからな。ここなんですよ。俺最初見たら曲なかったからな。これ曲があんのかってここに知らなかった。めちゃくちゃ歌ってたんだ。カメハメハ、カメハメハ。これすげえな。これ発想がなんかすげえな。どういうなんかテンションつかんやつ。私の技、私の技かっけえんだなこの曲はな。早い。非常にかっこよすぎる。すごいな。死んだか、死んだか。俺もう嬉しいよ、もし自分でこんななんかもう作れたらなんかもう食え。甘いね。甘いよ、甘いよ。あれトールだっけこれ。あれトールだったかな。これギガゾンビになったっけ。出たとこでもホール。あれギガゾンビだったかなんか出てやるな。ギガゾンビ。残念だったわね。残念だったわね。わかる。何寝言言ってるんだ。どうすりゃいいんだ。もう映ってる。そうだ。お兄ちゃん、あれ、あれ。あれ？その辺でやめておいたらどう？行くぞ。やはり口で言っても無駄か。こんなの見たことある？ドゥ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 、この音がすごい。先生！来る！来る！ロビー！ロビー！今のっちゃ。食われた。食われた。おとなしくしてればよかったのに。グロテスク。犠牲獣界まで。束ねられし霊と今結ばれた約束の時。来たれ。やる気か？あれを。待ってください。このままじゃ俺たちも。闇の扉が開かれた。闇開け。異界門。あんまこれ見ねえんだ。ここら辺のパートは。どこでもどうだ。大体俺はもうあのバトルパートしか見ねえから。ちゃんとこんなじっくり見た記憶ねえんだよな。そうですね。久しぶりだなこのちゃんと見た。基本戦闘シーンしか見ねえから。この動画見るときは。そうですね。そうでございますわよ。いい夕日だ。異変不転みたいな。本当にこれで良かったのですか。いずれこういう時が来るのは覚悟していた。恨まれても仕方がないが、こうするしかないのだよ。ここはこれ一体どういうこと。お前が選ばれたんだ。だがよく覚えておいてくれ。この世界に破滅をもたらすことができるのは人間自分自身だということ。なるほど。はい。ではさらばだ。さらばだ。もう二度と会うこともあるまい。あなたたちは何なの。私たちは見守るものだ。見守るものだ。見守り見届けるもの。見守るって何を。命。俺のことを見守ってくれないんですか。いい夕日だ。本当に一人きりになってしまったのか。どういうことなんだマジでよ。謎で。テレテレテレテ。
超人類計画なんかすごいな、なんかうまくまとまってる。情熱を感じるな。とんでもない話だな。狙いがいけないんだけど、俺は何、一体何をしてるの本当に。また見てしまった。誰だよ。お前は。どうだった？地球最後の日。すんげえかっこいいでしょ。それじゃ見られないんだよ。パパが特別に手に入れてくれたんだ。あ、なんだ？つまらなかったか？これずっと見た。とんでもない。ありがとうございました。よし、俺も帰るわ。かん。いやー、すげえなんか、がっつり見たな、久しぶりに。がっつり見てしまったようだな。なんかこの世の中には、こうやってなんか、なんつうの、いい感じの狂った、いい意味で狂った人がいるっていうことが分かるんだけども、非常になんかあれだな。いいことだな、これは。じゃあ俺も帰るわ。さらばだ。